はい、今回のテーマはですね、他人事ではない。他人事ではない。他人事ではないっていう。まあ、久保さんもね、闇金ドックスの話でもね、いろいろしてたんですけど、要はね、ニュースつけたら、みんな他人事のニュースじゃないですか。自分事のニュースじゃないですよね。でもそのニュース毎日流れてるじゃないですか。それどう受け取ってます？例えば交通事故、今僕もね、また鹿児島から東京までまた車で来て、まだ生きてますけれども、今回ね、死んでたかもしれないわけですよ、交通事故にあって。そう、一回ね、僕ね、福岡でちょっと危なかったんですけど、接触事故起きそうになったんですけど大丈夫でした。はい、まあ、単純に僕が悪いんですけどあの巻き込み確認ってあるじゃないですか。その巻き込み確認不足みたいな、巻き込み確認していきましょうあのね、視界ですよね、ここなんか見えないとこあるじゃないですか。ああみたいな、危なかったですね。ちょっと本当危ない、ヒヤッとしたんですけど、まあでもお互い何もなかったんで別にあれですけど、スルーで。だからその他人事なんですよね、みんな。本当に。なんでそれを他人事を自分事のように考えてアクションできるのかっていうのが本当に大事だと僕は思います。他人事を自分事に転換できるのか。でも多くの人は自分事に変換できないですよね。だから久保さんがすごいなと思うのが、やっぱその備えですよね。あのなんだ、久保さんが言ってた、その久保さん、僕あのしね、久保さんもね、このメーカーだと思いますけどね、このメーカー、このメーカーでしょ、5万ぐらいの。僕これとこのメーカーね、今めっちゃ売れて、多分儲かってますね、ここのメーカーさん。まああとこれ2つ、これで、これいいっすよ、これもいい。でもこれね、すぐなくなっちゃいますね、ま、あのパソコンやると、パソコンで AC 電源使うとすぐなくなっちゃう。ここのメーカーさん今多分すげえ儲かってますね。まあその他人事を自分事にした人が買い出すっていう話なんですけど、でもまだまだそのなんだ、その東海地震、東海地震も起きるって言ってずっと言われてますけど、あとは関東大震災も起きてからもう何年経ってるっていう話で、いつ起きるか分かんないじゃないですか。だから何いつ時あるか分からないんで、だから僕は常に思ってるのが、明日死ぬことを想定して、久保さんの場合はね、僕は準備まではできてないんですよ。申し訳ないですけど僕は準備まではできてないです。だから久保さんすごいなと思うんですけど、準備まで終わらしてるんで、僕は準備はしてないです、正直。死んだらどうするっていう準備、そう。いや、死んだら借金どうなんですかねチャラになるのかなそう、まず負債を整理しないといけないって準備できないっていうね。まあ僕はまあ負債をまだ完済、全部完済するまでは頑張らないといけないですし、まあ準備まで行ってないですけどね。ただその明日死んでもいいように生きてるっていうのは僕のスタイルかなっていう。なんかもう、いろんなことやってみたりとか、いろいろ挑戦してみたりとか、いろんなとこ行ってみたりとか、もう正直なんかもう悔いないですもん。もう本当に結構毎日やりきってる感があるんで、今死んでも僕悔いないですよ、本当に。まあその行ってみたいなとかありますよ、まだまだ行ってないところもあるんで、世界ですよね、世界もっと見てみたいなっていうのはあるんですけど、ただ今現状としては手持ちのカードを使い切ってるんで、手持ちのカードを使い切りまくってるんで、だからもう死んでも別に後悔はないです。手持ちのカード使いまくってるんで、手持ちのカードも使い切ってまた循環してるみたいな、手持ちのカードを使い切ってまたあのシャッフルして、また手持ちのカードをまた使ってるみたいな、もうシャッフルして使う、シャッフル使うみたいなそう、ずっと繰り返してるんで、やりきってる感がありますから。だからまあ後悔ない人生をというよりかは、後悔、なんだろうな、今日死んでもいい一日をじゃないですか。あ、これいいんじゃないですか。今日死んでもいい一日をっていう。今日死んでもいい一日をっていう。多分みんな遅れてないと思うんで、
今日死んでもいい一日っていい言葉じゃないですか。ダメかな、そう、僕はもう死んでも全く後悔ないですね。今日死んでもいいし明日死んでもいいし、やりきってるんで、まあそんな感じですね。はい、ということで久保さんの動画どうぞ。はい、その通りなんですよ吉谷さん、本当にそうだと思いますけども、自分の身に置き換えてみたらね、自分が異国の地に行って、自分の知り合いもいないところに行って、そこでコンビニみたいな仕事でね、働けますかってことなんですよ。コンビニみたいな仕事って言ったらなんか言い方変ですけども、すいませんけども、どんな仕事でもいいんですけども、他の国に行って働く意欲ありますかってことなんですよ。これはおそらくですね、自宅にいながらにしてパソコンでネット機器をするとかね、ネットビジネスをするなんてものではなくて、もっともっとハードル高いことだと思います。それをへっちゃらでこなしてね、毎日出勤してありがとうございますみたいな感じで、自分の知らない国の人と毎日毎日何百人もお相手してるわけなんですよね。すごいなと思います。そして言語の問題もあります。そこで自国語で喋っているわけにいかないですから、日本に来たら日本語喋んないといけないんで、日本語を学習する、経営者の方と仲良くする、同僚と仲良くする、こういったコミュニケーションスキルにも長けているのが、まあ、今のね外国人労働者の実情だと思うんですよ。そしてこの外国人労働者、かなり教育レベルの高い人が来てるかっていうと、実はねそうでもないんですよ。これまた失礼な言い方になるかもしれませんけども、まあ、いわゆるね頭脳労働に行けない方が割のいい労働を求めて日本に来るっていうケースもあるんですよね。もちろん日本で滞在してる間にそういう仕事を選ぶってケースも多いわけなんですよ。そうなってくるとシンプルに考えてですね、これは多少の主観が入ってますんで真実じゃないかもしれませんけども、こう考えられますと、日本人の労働者のレベル、外国人の労働者のレベル、どっちがレベルが高いかというと、明らかに外国人の労働者のレベルが高いと。じゃあどちらが高い給料をもらってるかっていうことを考えると、日本人の給料は1300円とか1500円しろみたいなことも言ってますけどもね、高いんですよ。でも外国人労働者の時給っていうのは、人件費っていうのは安いんですよね。じゃあ自分が人を雇う立場として、ものすごくね安い金額で高いパフォーマンスを出してくれる外国人の方、文句ばっかり言う日本人で高い給料じゃないと働かないよって言ってる方、どっち採用しますかってことになりますよね。これがですね全てだと思いますよ。グローバリズムっていうのが開かれて、競争相手が日本人同士の小競り合い、いわゆる談合じゃなくなったんですよ。日本人同士っていうのはね、横で並んで友達とか同じ立場の人と、まあ月給20万は欲しいよねみたいなことで連なってるんで、20万ぐらいのものが相場として落ち着いてるんですよ。時給900円から1000円欲しいよねっていうふうに労働者が思えば、それが横でつながって相場になるんですよ。でもそこに外国人の方が来て、500円でいいっすよみたいな、500円もらっても私はすごく国に仕送りできるから、すごいハッピーハッピー喜んで働きますみたいな感じで競争相手が出てきたんですよ。これがグローバリズムですよね。いいことばかりではないんですよ。自分にとって不利なことも起きるっていうのがグローバリズムです。ただやっぱりどんなことが起きても自分の有利に変えていけるようなね、そんな力があれば全く問題ないです。日本人以外の国の人は、その客観的に見たら不利な条件を全部自分に有利なことに切り替えてきたから日本で働いてるんですよね。自国で働けばいいじゃないですか。自分の国で旅費もかかるし、それから外国に来るっていうストレスもありますからね。でも住み慣れた土地を離れてまで日本に来て暮らして日本で働くってことを選ぶっていうのは、どのぐらい、レベルが高いんだっていう話になってきますよね。そう考えていくと、私はね日本人完全に置いてかれてるなと。でしまいには消費者としても参加させてもらえないような、こんな国に住んでるんではないかなと。日本という国の中では労働力も消費力も日本人にはあまり当てにせずに、外国の人に当てにする国日本、そしてもともと旧来からあった国破れて山がありではないですけどね、山川昔からの建物、こういったものは重宝されるけども、現代を生きている人間にはあんまり価値を感じてもらえないような、そんな世界からの見え方が万華鏡なんではないかなと思うんですけどもね。それでは以上です。